そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスター・オカチです。教育って何だと思いますか？この学校ができた時は、教育とは新しい知識を教えること、新しいスキルを教えること、それが教育だと思っていました。でも違う。それ間違ってたよ。7年経った今気づいたんです、それを。教育の本当の意味は教えることじゃない。お母さんが思い出させてくれた。小学校5年生の時に中学受験をする。決めましたよ。絶対にあの志望校に合格するんだ。強い覚悟があった。そして関西で一番トップクラスの進学塾に僕は通いました。毎日毎日勉強、毎日毎日宿題。遊ぶこと我慢したよ。やりたいこともあったけどやらんかった。みんなドッジボールしてる。みんなスーファミやってる。みんなキックベースやってる。お団子作ってる子もいた。お誘い全部断りましたよ。だって俺にはやらないといけないことがあったから。目の前の宿題、これをやらないと合格できないからよ。だからこの宿題を右側に置いて、右にあるテキストを真ん中に置いて宿題をして、左に、右から左、右から左って、そんなことを繰り返して繰り返して繰り返したよ。でもな、半年間そんなことを勉強やってたけど、全然成績が上がらんかって上のクラス行けへんかったんよ。同じ時期に入った友達はみんな上のクラスよ。僕だけ下のクラス。え、なんで？勉強やってるやん。この宿題やったら成績上がるって言うたやん。だから毎日毎日努力して頑張って勉強してんのに、やりたいこと我慢して、なんなん？俺勉強しても頭良くならへんの？努力しても無駄なん？やっても無駄なん？このまま2年間ここでやっても行きたいとこ行かれへんの？そんなんやったらもうやめた方がいいんじゃん。もう悲しくて悔しくて残念で、もうもやもやでぐちゃぐちゃで、もう分かんなくなったよ。おかしくなったやん。一言で言えば、人が嫌がることやったよ。まだ小学校では頭がいい方やった。だから小学校のクラスで頭が悪いやつおったら、あー、たけし、あんなもん間違ってる、簡単なもん間違って、バーカバーカって指さしてバカにしたよ。弱そうなやつが歩いてきました。すれ違い、うん、お腹の一番痛い溝落ちをパンチしたよ。神社に行った。お賽銭箱からお金を盗みましたよ。そんな悪いことを毎日毎日やってるから、学校にお父さんとかお母さん呼び出されたよ。そんだけじゃない、お店で万引きしてんのが見つかりました。そのお店に先生とお父さんお母さんが呼ばれたよ。先生に言われるよ。なんで盗んだんやって。なんでいつも悪いことすんねん。なんでいつも人が嫌がることすんねんって。わからへんよ。教えてほしいのこっちよ。わからへん。むしゃくしゃしてたからよ。心がぐちゃぐちゃやったからよ。どんだけ頑張っても結果出えへんし、成績上がらへんし、勉強全然良くならへんし、なんなん、もう自分のこと信じられへんし、もう生きてるの嫌になったからよ。こんな感じやったわ。そうやったからさ、そんな僕の周りからな、誰もね、いなくなったわ。友達も先生にも見放されたよ。でもそんな時にもお母さんだけはここにいてくれて、そして元気のない僕に言ってくれたよ。大ちゃん、大丈夫だからね。頑張ってるの知ってるからね。努力したらいいことあるよ。頑張ったらいいことあるからね。大ちゃんは絶対大物になるから大丈夫よ。ずっと、一日じゃないよ、毎日よ、ずっとずっと言い続けてくれたんよ。元気のない俺に、成績の上がらへん俺に。考えてみてよ、関西で一番月謝が高い塾に高い授業料を毎月払ってます。でも成績上がらへん。なんで成績上がらへんのって言いたくなるやん。そんなこと一切言わんかったよ。
自分が欲しいもの我慢して、やりたいこと我慢して、いつも同じ服や、いつも同じ髪型や、化粧もあんませえへんかった。そう、自分のこと全部犠牲にして、僕のためにお金も時間もエネルギーも全部そこに入れてくれたんよ、使ってくれたんよ。そうなるとな、一番大切な人が信じてくれている、もしかしたら俺はできるんちゃうかってなるんよ。このまま頑張って頑張って、お母さんの言う通り、そして先生の言う通り、与えられたこの宿題をこなしていったら成績が上がる、そして志望校に行きたいところに行けるって、なんか信じることができたんよ。自分のこと見捨てずに済んだんよ。だからそっから僕は諦めずに、来る日も来る日もその宿題をやり続けたよ。やり続けてやり続けたら上のクラスに行けた。そしてその結果、自分が一番行きたかった志望校に合格することができました。なんで俺が上のクラスに行けたと思う？なんで俺が志望校に合格できたと思う？関西でトップの塾に通っていたからじゃない。生まれつき頭が良かったからでも、要領が良かったからでも、天才やったからでもない。目の前の一番近くにいるお母さんが信じてくれたから、絶対にできるって信じてくれたから、うまくいってない時も、成績が悪かった時も、友達がいなくなった時でも、どんな時でも絶対にできるって信じてくれたから、だから僕は頑張れた。もしお母さんがいなかったら、心がぐちゃぐちゃになった時にもうやめてたよ。だってやっても成績が上がらへん、無駄やんって。合格してないよ、そんな。それやったら今のこれ、おかっち、今のこれないよ。全く別のものになってたと思う。そう、だから教育の本当の意味っていうのは、新しいことを教えることじゃない、目の前にいるその子を信じること、信じきること、それが本当の教育なんだということを僕はお母さんから学びました。今僕は思う、裏切られないからその子のことを信じるなんて簡単やねん。そんなんは信じるって言わへんねん。うまくいってない時も、友達がいなくなっても、成績悪くなっても、失敗したとしても、どんなことがあったとしても信じる。まだその子の花が咲いてなかったとしても、不器用であっても信じきること、それが本当の意味の教育、本当の意味で信じることやと僕は思う。そう、だから僕はここであなたに誓います。僕はあなたのことを信じてる。今うまくいかなかったも、今苦しくても、今悲しいことがあったとしても、僕はあなたのことを信じてる。だから大丈夫だから、一歩踏み出していきましょう。はい、ということで、結構いろんなこと話しましたね。そうなんです、中学受験もうほんま頑張ったと思います。マンションに住んでたんですよ、1階から11階のマンションに住んでて、マンションの、一番真ん前にね、広場があって、その広場でね、毎日ね、僕の友達が野球やってるんですよ。でそれをね、僕マンション7階からね、こう勉強部屋でこう見えるんですよ、こう見えるんですよ、楽しそうやなって見えるんですよ。でピンポーンってトシ君がね、誘いに来るんですよ、大ちゃん野球やろうって。いや、できないんですよ。やりたかったですよ、やりたかったけどできないんですよ。だって目の前にはたくさんの宿題が積み重なってる、これをこうしないと、こうしないと成績が上がらないって思ったから、だからトシ君ごめんねって。そうやってやってると、そのうち誘われなくなりましたよ。でもそれでいいと思ってて、その時はね。まあその2年間、本当に辛くて苦しくて、いろんなことがあったけれども、頑張った自分に拍手をしてあげたいなと思います。そしてそれを支えてくれた家族の皆さんも、にも本当にありがとうございます。普段ね、面と向かってね、こんなこと言わないんですけどね。はい、ということで、このミスターおかっちのチャンネルでは、自分の人生、
自分の人生を生きていくための力、そんな力が湧いてくるようなチャンネルにしていきたいなと思ってます。ちょっとでも元気になったなという方は高評価ボタンを押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。そしてチャンネル登録もお忘れなく。はい、それでは皆さんワンダフルな一日を。さよなら。納得いくもんできたんちゃう。